はい、こんにちは、116ウィンズです。さて今回はメッツに関する話をしていきますが、開幕前の前評判は決していいとまでは言えなかったメッツがここまで34勝37敗、 NL 東地区では4位ですが、意外にもワイルドカード圏内までは1ゲーム差と予想以上の健闘を見せています。ファングラフスタンスのプレーオフ進出確率も現地6月17日時点で 28.3%、 全くチャンスがないわけでもないくらいの確率となっています。ただ一方で今季のメッツはかなりブリッジイヤー感のある編成を組んでますよね。オフの補強はベテラン選手との短期契約が中心で、この背景にはトレードデッドラインでベテランを放出し、獲得したプロスペクトでマイナーの層を厚くしたい思惑があったと考えられます。球界有数の頭脳であるデイビッド・スターンズを迎え入れたのも、今年プレーオフに出るためではなく、長期的にコンテンドできる体制を整え、最終的に世界一を目指すため、そこがゴールのはずですので、トレードデッドライン時点で多少勝っていたとしても、当初のプラン通りベテラン選手放出に動く可能性もあるのではないかともされます。となると多数の放出候補を抱えるメッツは売り手側の主役に一気になってもおかしくないと、ということで今回はそんなメッツのトレード候補となりそうな選手をチェックしていきましょう。メッツが抱えるトレード候補のうち、一番のビッグネームは間違いなくファーストのピート・アロンゾーでしょう。フルシーズンで毎年37ホーマー以上と MLB 屈指のスラッガーとして知られるアロンゾーですが、今季はここまで71試合に出場してホームラン15本、 WRC プラス124、ベースボールレフェレンススタンスのウィンズ・オブ・リプレイスメントが 1.0 となっています。今季が FA 前最後の年で、メッツとしてもフランチャイズのスターであるアロンゾーと可能なら契約延長したいという思いもあるでしょうが、ただ今のところそれもまとまっておらず、アロンゾー側の希望も相当に高いとされ、メッツとしてもなかなか踏み切れない部分もあるのかもしれません。ただ契約延長しないんだったらトレードすべきなんじゃないのかなと。メッツのペイロールだとクオリファイングオファーでもらえる保証のドラフト指名権もたかが知れていますので、ちゃんと見返りは得るべきかなと。しかしまた難しいのが現状のアロンゾーのパフォーマンスで、まあもちろん悪くはないんですけれども、守備がうまいわけでもない、ファーストとしてはやや物足りなさも残る成績でもありますので、もう少し成績が上がらないことにはアロンゾーのネームバリューの割には微妙な見返りしか得られない可能性もある点でしょうか。中軸タイプでもう一人注目を集めそうなのが DH の JD マルティネス。昨年ドジャースで見事にバッティングが復活した36歳で、契約が3月下旬までずれ込んだことから今季はまだ45試合の出場にとどまっているものの、ホームラン8本、 WRC プラス152、ウィンズ・オブ・リプレイスメント 1.2 と、ここまでは期待通りか、あるいはそれ以上のバッティングでしょう。昨年と同様、打球指標が軒並み MLE でトップレベルと、好成績を裏付けるのもしっかりありますので、8月に37歳の誕生日を迎える大ベテランでありますが、まだまだコンテナーの中軸としてやっていける、それくらいの力はあると考えても問題はないでしょう。 DH 戦ですのでマーケットが少し限られてしまう可能性はありつつも、契約も今季限りですので、手っ取り早く打線をアップグレードしたいチームを中心に興味を集めそうでしょうか。今季地味にバッティングが復活しているのが35歳ライトのスターリング・マーテ。62試合でホームラン7本、 WRC プラス121、ウィンズ・オブ・リプレイスメント 0.5 となっています。昨年のマーテは WRC プラスがわずかに76とボロボロで、完全に年齢による衰えが来たもんだとばかり思っていましたが、ここに来てキャリア最高のハードヒット率 46.4% をマーク。同じくライナーの割合もキャリア最高となっていまして、このおかげでヒットを量産でき、 XBA 3割4厘は MLB 上位 3%、 実際の打率も2割8分1厘と高打率をマークできています。かつてのような足の速さは失われていますが、意外にも失敗なしで盗塁を12個決めたりと、上位打線に欲しいチームはいるかもしれません。守備ではもはやライトすらだいぶ怪しく、また年俸も今季そして来季ともに年俸が2075万ドルと高いですので、トレードするにはメッツが相当な年俸負担をする必要はありそうですが、メッツとしても今以上にマーテを売るチャンスもないと思いますし、来年のマーテが今と同じような成績を残す保証もどこにもありませんので、是が非でも売りたい選手なのではないでしょうか。センターのハリソン・ベイダーについてもなかなか面白いトレード候補と考えています。センター守備の名手として知られますが、ここ2年間は全くもって打てず、今季1年契約にてメッツに加入しましたが、ここまで63試合でセンター守備は OAA プラス5と相変わらずプラスを稼ぎつつ、バッティングも WRC プラス106と平均程度にまた打てるようになりましたんで、ちゃんとレギュラーとして信頼して使える選手に戻ってきたようにも思います。先ほど出てきたマーテと同様、ベイダーもライナーの割合がキャリア最高となっていて、これが彼のバッティングを支えているんだと思いますが、ベイダーの守備力だったら平均程度にさえ打てれば十分にペイできると。センターに困っているコンテンダーは多くはない印象はありつつも、外野陣のデプスを厚くする意味でも今のベイダーに対する需要はそれなりにあるんじゃないかと考えています。続いてはピッチャーですが、コンテンダーで先発投手が欲しいチームは多そう。そんな中でルイス・セベリーノはかなりの注目選手となるかもしれませんね。かつてはヤンキースのエース格も、昨年は防御率 6.65 と散々な1年で、バウンスバックをかけて今季メッツと1年契約を結んだわけですが、これが今のところ大成功。13先発で防御率 3.12、 ウィンズ・オブ・リプレイスメント 1.2 と見事に復活のシーズンとなっています。
昔のセベリーノみたいに三振をバンバン奪うような投球スタイルでは今はなく、奪三振の割合もキャリア最低の 18.6% にとどまっていますが、一方で今季は進化を駆使してバレル回避とゴロを打たせるのが非常にうまい印象です。派手さには欠ける投球スタイルかもしれませんが、5回6回と確実にゲームメイクしやすくはなり、計算は立ちやすくなったようにも思います。プレーオフでスピードが出ないピッチャーやや怖さはありますが、セベリーノは依然平均で96マイル出せていますし、ローテの真ん中あたりに今の彼を加えたいと考えるチームは多いのではないでしょうか。先発陣からはショーン・マナヤもトレード候補となりそうです。昨年ジャイアンツでは必ずしもうまくいっていたわけではなかったんですが、シーズン終盤に復活の兆しを見せたことで1250万ドルのプレイヤーオプションを破棄して FA を選択。メッツとこれまたプレイヤーオプション込みの2年総額2800万ドルの契約を結び、今季はここまで13先発で防御率 4.11、 ウィンズアブリプレイスメント 0.5、 5月末時点では防御率 3.16 となかなかだったんですが、6月に入ってからはやや荒れ気味です。打球指標などは平均以下で、まあ成績的にも今くらいが妥当のようにも思いますが、今季は進化がかなり効果的で、ベースボールサバントのランバリューでプラス11と結構いいみたいですね。先発4番手5番手の補強を狙うチームに売りたいところですが、来季1350万ドルのプレイアプションがその際にややネックとなりそうですので、多少の年俸負担は必要かもしれません。先発陣からさらにもう一人、ホセ・キンターナもいますね。もっともここ数年見せていたようなゲームメイク力が今季は見られず、ここまで14先発で防御率 4.98、 ウィンズアブリプレイスメント 0.4。 近年は強い打球を抑制することに長けていたんですが、今季はそれができておらず、全体的に指標は悪化傾向。あまり上がり目はないようにも感じてしまいますが、ただ依然としてゴロを打たせるのは甘く、そういったタイプを生かすことができ、先発の頭数が足りていないチームに需要があるかどうかといった感じでしょうか。2年契約最終年で年俸が1300万ドルと安くはないですので、キンターナに関してもそれなりに年俸負担は必要でしょうか。そして最後はブルペン陣です。ここもトレード候補が多いんですが、オフに FA となれ、かつここまで成績も残しているサワンのジェイク・ディークマン、ウアンのドリュー・スミス、このあたりは普通に需要あるでしょうね。気になるとしたらリード・ギャレットを動かすかどうか。今季ブレイクした31歳で西武でプレーしたことでもおなじみですが、27試合で防御率 3.12、 奪三振の割合 36.5% と支配力も見せていますので、欲しがるコンテンダーも多いんじゃないのかなと。来季以降5年保有できますので、普通だったらメッツにトレードする理由もないんですが、一方で31歳のリリーフピッチャーということで、将来どころか来季もどうなるのかわからない。リリーフは特に不安定なポジションですからね。今が一番トレード市場で価値があると考えて、トレードでいい対価を今手にしてしまうというのも発想としてはあるでしょう。この他実績はあるんですが、今季振るっていないアダム・オッタビーノですとか、エイドリアン・ハウザーといった選手たちもいますが、彼らで見返りを手にできるかについてはスターンズの手腕が試されるでしょう。ということで、パッと上げてみましたが、いやはや10人はいるような状況と、同じチームが同じ年にこれだけの数のトレード候補を抱えているのは珍しいですが、一人でも多く動かせれば、本当にメッツの組織としてのデプスもかなり厚くなりそうですよね。プレーオフ圏内からそう遠くない位置にいながらも売り手に回る決断なかなかできるものではないんですが、売り手市場となりそうな状況をチャンスと捉え、批判されることも覚悟の上で当初のプランに忠実に動くのかは見ものです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。